好みですか？本当、いいですね、これ。私も気に入りました。これにしますね。行きましょう。最大最古の書庫なんですね。ちょっと中を見に行きませんか？わあ、本当にたくさんの本があるんですね。そうだ、ひょっとしたら昔から探してる本がここでなら見つかるかも。ちょっと探してみますね。ございます。あんなところに伝説のスタニスラフスキーの演劇方法論が。スタニスラフスキンですよ。北方にいたという伝説の演劇家です。その彼の書いた演劇方法論はこの世界に数冊しかなく、その本を読んだ役者は必ず3日で大俳優になれると言われているんです。そう、読んだだけで。そういう伝説なんです。役者を目指す者なら誰でも知っている伝説ですよ。大女優の夢。私は何も。ええ、確かにこの手に。あ、スタニスラフスキーの演劇方法論の謎って本です。あ、ごめんなさい、今解きます。そんな調子のいい話ないですよね。もともと読みたかった本を読みますね。大体読み終わりました。いいんですか、読んでいた本。今日は楽しかったです。ずっとこんな平和な毎日だったらいいのに。でもこうして楽しい時間が旅とともに終わってしまうなんて寂しいです。二人きりならそれもいいかなって思います。
き合ってもらってありがとうございます。じゃあまた明日。おやすみなさい。